瀬戸内の島を舞台にした現代アートの祭典瀬戸内国際芸術祭が来月十四日に開幕するのを前に、香川県は感染防止対策の指針を示しました。安心安全な中で、えー、まあ見ていただけるように、えー、我々としてもベストを尽くしますので、ご来場される皆様もですね、えー、感染対策感染、えー 防止対策を守っていただいて、楽しんでいいただければと思います指針では、来場者にマスクの着用や密集を避けるなど、基本的な感染防止対策を求めることに加え、それぞれの会場で検温や体調の確認を行い、クリアした人にリストバンドを配って管理するとしています。 会場があるエリアで重点措置が適用された場合はワクチン接種や陰性証明を確認するなど対策を強化しながら状況に応じて開催するかどうかを検討します一方エリア内で緊急事態宣言が出された場合はそのエリアで延期や一時中止を基本に検討します 芸術祭は2010年から3年に一度開かれていて今回は来月14日に開幕し12の島と高松港、宇野港を舞台に3つのシーズンで合わせて105日間の予定となっています。